今からハイマとサッカー対決したいんですけど、コーナーキックから直接バーに当てる、1本当てた方が勝ちっていう。先ほどのバーって対決だ。僕が勝ってしまったので。しまったのでじゃない。勝ったのででいいですか。勝ったのでいい。ハイマ選手がリベンジをしたいということなので、うん、このそうそうそう、この距離のねバーって対決。一本サドンで勝負ね。バーに当てればいいんだね。当てたら勝ち。もう、まあ、ちょっとまあまあまあ距離あるからこれ。そうだね。うん、ちょっと違うよね感覚はね。感覚は全然違う。よし。なのでちょっと勝負したいと思います。オッケー。絶対勝ちます。はいじゃんけん。最初グー。チェックパイ。はい最初はグー。チェックパイ。俺先行く。Thank you. 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 いや、いけるわこれ。あ、これ大きい。あ、これ来た。これ来た。Yes. Yes.おりゃあよっしゃあ、まだまだ高校だった、ごめんなさい、失礼しました、まだまだ失礼しました、喜び早かった、置いて、あ、失礼しました、まださ、勝負ついてないのにさ失礼しました、夏大輔やっやっよっしゃなかなか見ない。最後シャトラでしょ。シャトラ。シャトラ。シャトラ勝負。シャトラの。シャトラ。シャトラ勝てねえよ。勝てることなんで、また。ラステーション勝ちです。イエーイ。よし。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。やっぱね、遠くまで来た甲斐があったよ。遠くまで。負け負け負け、よっしゃあとで負けを認めるの、どうだ、真摯に負け、どうだありがとうございます、はい、ありがとうございます、よし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 、マジ嬉しい